マッキンリー大統領暗殺事件。マッキンリー大統領暗殺事件。マッキンリー大統領暗殺事件。A. ウィリアム・マッキンレイ・アサシネーションは、ニューヨーク州バッファローのテンプル・オブ・ミュージックで、1901年9月6日に発生した事件。ウィリアム・マッキンリー大統領はバッファローで開催されていたパンアメリカン博覧会に出席しており、 無政府主義者のレオン・チョルゴッシュに二度銃撃された。マッキンリーは当初傷から回復しているように見えたが、狙撃から6日後に容体が急変し、9月14日に死亡した。副大統領のセオドア・ルーズベルトが大統領職を継いだ。マッキンリーは暗殺されたアメリカ合衆国大統領4人のうちの3人目であり、その前は1865年のエイブラハム・リンカーン。 1881年のジェームズ・ガー・フィールドがおり、後には1963年のジョン・カイ・ケネディがいる。マッキンリーの暗殺後、連邦議会はアメリカ合衆国シークレットサービスにアメリカ合衆国大統領新編の護衛を公式に課することになった。マッキンリーとその妻、アイダ・マッキンリーは、その栄誉を称えるために大統領の日とされた9月5日に博覧会場に、 到着した。その日に予定された行事には私的な歓迎会と、官兵式、及びマッキンリーによるスピーチが含まれていた。6日の朝、マッキンリーはナイアガラの滝を訪れ、その午後に予定されていた公開の歓迎会に出席するために博覧会場に戻った。秘書官のジョージ・コーテルユーは、そのような公開の歓迎会は大統の安全を脅かすものと思い嫌っていた。 コーテルユーは大統領に歓迎会を外すよう提案したが、マッキンリーはなぜそうすべきなんだ誰も私に危害を加えようとは望まないよと答えた。マッキンリーはコーテルユーと博覧会の会長ジョン・ミルバーンに伴われ午後3時半に博覧会場に到着し、歓迎会が行われるテンプル・オブ・ミュージックに入った。1865年に、 偽卒防止のために設立されていたアメリカ合衆国シークレットサービスは1901年時点でアメリカ合衆国大統領を護衛するという公式な任務はなかった。しかし、シークレットサービスはすでに1894年以来、マッキンリーの前任者グローバークリーブランドの時から非公式に時に応じた護衛を行っていた。シークレットサービスはその日も大統領を守るために そこにより、他に地元バッファローの探偵たちと群衆に目をつけておくよう指示された十一人からなる兵士の班がいた。マッキンリーはコーテルユーとミルバーンに挟まれて立ち、長い列を作っていた人々と握手をしていた。その列の中にレオン・チョルゴッシュがいた。チョルゴッシュは1873年にミシガン州デトロイトでポーランド移民の息子として生まれた。一度は 工場労働者になっていたが、1901年時点では、数年間無職であり、家族と共に住んでいた。マッキンリー暗殺の数年前から無政府主義に興味を抱くようになった。1901年5月、オハイオ州クリーブランドで開かれた有名な無政府主義者、エマ・ゴールドマンの講演に出席した。6月12日には、ゴールドマンの自宅があるシカゴに旅して、 ゴールドマンが列車に乗って立ち去るまでの短時間を話をした。ゴールドマンはマッキンリー暗殺への関与を疑われて後に逮捕され短期間拘留された。チョルゴッシュの9月7日の証言では8日前にシカゴでマッキンリーが博覧会に出席するという記事を読んだ。その後すぐに列車に乗ってバッファローに行き部屋を借りた。 チョルゴッシュは9月5日の大統領の日の祭典にも出ており、大統領のスピーチを聞いた。その時に大統領を狙撃する誘惑に駆られたが、十分に近づけなかったために実行しなかった。その代わりに、翌日も博覧会場に戻ってきた。5月に聞いたゴールドマンの講演内容がこの時も彼を燃え上がらせていた。大統領と握手することを待つ、人々の列に並んだ。 持っていた拳銃を隠すために手に白いハンカチを巻きつけていた。シークレットサービスのジョージ・ホスターは後にチョルゴッシュのハンカチ巻いた手を見過ごしたことについて釈明し、チョルゴッシュは前の人にくっついて並んでいたと言った。マッキンリーがおよそ10分間握手を続けている時に、コーテルユーがドアを閉めるためにその横を離れた。博覧会の公式パイプオルガニスト、 ウィリアム・ジェ・ゴンプはテンプル・オブ・ミュージックの特別呼び物であった大きなオルガンでロベルト・シューマンのトロイ・メライをかずらかく演奏していた。午後4時7分、チョルゴッシュは大統領の前に進み出た。マッキンリーはチョルゴッシュの包帯のある手を取ろうとしたが握手する前にチョルゴッシュは二度引き金を引いた。チョルゴッシュのすぐ後に並んでいたジェームズ・パーカーという 男がチョルゴッシュの顔を殴り、床に倒した。シークレットサービスのジョージ・ホスターがチョルゴッシュに飛びかかり、仲間の諜報員、アルバート・ギャラガーに、ある、銃を取れ、銃を取れ、ある、銃を取れ、と叫んだ。ギャラガーはその代わりにチョルゴッシュのハンカチを取ったが、それには、火がついていた。マッキンディの特殊任務部隊員、フランシス・オブ・ライエに、当兵が拳銃を拾い上げた。 マッキンリーは護衛がチョルゴッシュを引きずり出す間もまだ経っていた。誰かがチョルゴッシュを再度殴った後で、マッキンリーは誰も彼に危害を加えるなと叫んだ。狙撃から11分経って救急車が到着し、マッキンリーは博覧会場内にある病院に搬送された。浴びた銃弾は2発だった。一発はマッキンリーのあばら骨をかすめ、浅い傷を作っただけだった。しかし、 二発目は、マッキンディの腹部にハイリーを貫通し、腎臓に当たって、膵臓を損傷し、背中の筋肉のどこかで止まっていた。医師団は銃弾を見つけられず、体内に残したまま、傷を方法した。銃弾を探すために役に立ったかもしれない。X 線検査機が、博覧会の手近なところにあったが、理由は、不明なままだが使われなかった。その数日の間に、 トーマス・エジソンがニュージャージー州にある彼の店からはるばる X 線、検査機を運ぶ手配をしたが、これも使われることはなかった。マッキンリーは鎮痛のために施されたエーテルによって意識不明のままであり、治療のためにジョン・ミルバーンの自宅に移された。チョルゴッシュはその夜すべてを告白した。私は私の義務を果たすためにマッキンリー大統領を殺した。 私は一人の男があのように多くの任務をこなし、他の者は何もしないでいるべきではないと思った。と述べた。彼は、翌日さらに詳細を語り、単独でやったと主張したが、それでも数日後のゴールドマンの逮捕を止められなかった。チョルゴッシュが大統領を殺したと主張しているのとは、対照的に、マッキンリーはまだ生きているだけでなく、回復しているように思われた。7日土曜日。 マッキンディの容態はよく、くつろいで会話もできた。彼の妻が面会を許され、マッキンディは、こうてる優に、私のスピーチは気に入られたかいと尋ねた。彼の病床から9月8日に送られた速報では、大統領は夜を快適に過ごし、今朝のその容態は全く期待が持てる。彼の心は爽快でよく休んでいる。8時半に、傷の手当てをし、 大変満足のいく状態であることが分かったと言っていた。マッキンディ内閣の閣僚大半がバッファローにやってきたし、旧友で元選挙対策本部長であったマーク・ハンナ上院議員も駆けつけた。セオドア・ルーズベルト副大統領は大統領が撃たれたという一報が入った9月6日はバーモント州でのご参会に出席していた。ルーズベルトとその一党はすぐに バッファローに向かい、7日に到着した。しかし、10日までに、マッキンリーが回復を続けており、ルーズベルトがいることは、もはや不必要に見えたので、広報のためにもその日にバッファローを離れることにした。ルーズベルトは妻や家族がすでに行って待っている、アディロンダック山脈に行って、ハイキングの休暇を楽しもうとした。同様にマークハンナや閣僚たちも聞きは去ったと思われたのでバッファローを離れた。 大統領は回復を続けた。9日の速報では大統領の容態は日に日に満足のいく状態に向かっている。不測の事態は起こりそうになくなったとしていた。10日の速報では今朝の大統領の容態は医師団によれば著しく満足のいくものである。厄介な問題が起こらなければ急速な回復が期待できるというものだった。マッキンリーは口から水を飲み、 自用官庁を続けた。十一日、大統領は牛肉の肉汁を口から取ったが、これは狙撃以来初めて胃に入れた食料だった。この日の速報では回復を続けており、容体は良い方向のままであるとしていた。十二日、マッキンリーは初めて固形食を取り、内容はトーストエッグ及びコーヒーだったが、味わうことはできず、ほとんど食べなかった十二日を遅く。 大統領の容体が悪化し始めた。頭痛と吐き気を訴え、脈拍数は増加し早く弱かった。マッキンリーは汗をかき、落ち着きがなくなったが、意識ははっきりしていた。十三日朝の速報では、大統領の容体は重篤であり、深刻な事態も考えられるとした。この日は十三日の金曜日で、マッキンリーは急速に衰弱を始めた。ハンナや閣僚たちは、 ミルバーンの家に戻った。マッキンリーは、その弱い脈を改善するために、アドレナリンと酸素を与えられた。その様態は、悪化をたどったので、マッキンリーは、医師団に、もう無用だ、諸君。教会師を読んだ方が良いと思う、と言った。後に意識が遠のく中で、賛美歌の主要元に近づかんの中のフレーズを呟いた。午後六時十五分の速報では、 大統領の医師団は、大統領の容体が極めて重体であると言っている。これが回復しなければ、時間の問題に過ぎないとしていた。悲嘆に暮れた、ハンナ・上院議員は、大統領閣下、私の声が聞こえますかウィリアム、私がわかりますかと言った。マッキンリー大統領は、感染症とエゾに侵され、9月14日午前2時15分に、息を引き取った。 9月12日、セオドア・ルーズベルトとその家族は、標高3500フィートのマーシー山に所有する山小屋に着いた。翌朝は冷たい霧の日であり、ルーズベルトはその友人や公園保護官等に伴われて山の頂上を目指し小屋を出発した。13日の正午までに、副大統領とその一帯は頂上の平たい岩の上で休憩し、 山脈のパノラマを楽しんでいた。彼らは湖の側で昼食を取るために500フィートほど下に降りた。午後1時半に一人の公園保護官が走って到着し、一通の電報をもたらした。ルイズベルトはその伝令の姿を見た時に何が起こったかを理解し、後に私は本能的に彼が悪い知らせを持ってきたことが分かった。私は大統領になりたかったが、 そのようなやり方で大統領になりたいとは思わなかった。と語った。電報は彼の恐れていたことを裏付け、マッキンディーの様態が悪い方向に急変したことを知らせていた。山小屋に戻ると、陸軍長官のエディフルートからの不吉な電報を受け取った。夜半少し前に、ルイズベルトは家族と別れて馬車でマーシー山を下った。 その工程は昼でも七時間はかかるところだった。午前三時半に馬車を乗り換え、暗闇の中を高速で長く曲がりくねった山道を下っていった。二時間後、やっとノースクリークの鉄道駅に着いたのが十四日の午前五時二十二分であり、そこで国務長官、ジョンヘイからの電報を受けと、ルイズベルトは続いて列車に乗った。この列車は、 オールバニで短時間泊まり、バッファローには午後1時半に着いた。そこで友人のアンスリー・ウィルコックスに会い、バッファローにあるウィルコックスの家に向かった。マッキンディーの遺体が横たわるミルバーンの家からは1マイル、離れていた。ルーズベルトは誇りを払い、ミルバーンの家を弔問に訪れた。そこでルート、コーテルユおよびそこにいた閣僚の残り大半に、 あったが、大統領の遺体は検視解剖が行われていたので、会えなかった。ルートがそこで儀式を行うことを推奨したが、ルーズベルトは不適切と考え、就任先生の儀式を行うために、ウィルコックスの家に戻ることにした。ルーズベルトは午後3時半に、第26代アメリカ合衆国大統領に就任する先生を行った。 ルーズベルトは43回目の誕生日から6週間過ぎたばかりであり、現在でも大統領職に就いた者の,の中で最も若い者、なっている。著名な無政府主義者、エマ・ゴールドマンは、チョルゴッシュをブルータスに例え、マッキンリーをマネーキングとトラストの大建物の大統領と呼ぶ記事を出版した。他の無政府主義者や旧進派の中には、 ゴールドマンがチョルゴッシュを助けようとしていることを進んで援助しない者がいた。チョルゴッシュは大統領が死んでからわずか9日後の9月23日に裁判にかけられた。検察の証言は2日間を要し、マッキンリーの治療に当たった医師団や様々な狙撃の目撃者が含まれていた。弁護団のローラン・ルイースは証人を誰も呼ばなかった。ルイスは 陪審員に対する陳述の中で、チョルゴッシュは、弁護士に対して話すことや協力を拒んでいることを伝え、被告の罪を認め、続いて、この事件で議論あるいは考慮すべき、唯一の問題は、その行動が正気の者のによって行われたか否かである。もし正気ならば、被告は殺人の罪で有罪である。もし狂気の者の,の行動であるならば、殺人では無罪だが、 その告発から釈放され、精神病院に収容されるべきである。と言った。陪審員は、チョルゴッシュを有罪とするために1時間半しか、要しなかった。9月26日、チョルゴッシュは、死刑を宣告された。処刑を待つために即座に、オーバーン州立刑務所に収監された。チョルゴッシュは、深い反省を表明し、 私は、私が知ったことを悔やんでいると人々に知ってほしい。それは、誤りで間違っていた。もし、もう一度機会があっても、決してやらないだろう。しかし、それを言うには遅すぎた。私が大統領を殺したことをすまないと思う。と言った。チョルゴッシュは、1901年10月29日に、電気椅子で処刑された。マッキンディの暗殺後、連邦議会は、 大統領の身辺警護の問題を取り上げた。1901年の秋、非公式にシークレットサービスに対し大統領の身辺警護を管理するよう求め、シークレットサービスは1902年までにセオドア・ルーズベルト大統領を24時間警護し始めた。しかし、この時はまだ公式のものではなかった。議会のある者はアメリカ陸軍が大統領の護衛に当たるよう推奨した。 議会がシークレットサービスを大統領の身辺警護にあたる機関として指定する。法律を通したのはやっと1906年のことだった。ニューヨーク州バッファローのナイアガラ広場で高さ96フィートのオベリスク・マッキンリー記念碑が1907年に除幕された。マッキンリーが死んだミルバーンの家は後に取り壊された。マッキンリーが撃たれたテンプルオブミュージックの跡地には 石碑がある。ルーズベルトが就任先生を行ったバファローのウィルコックスの家は現在国定歴史建造物となっている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。